新政権の発足を目前に控える韓国で、家族の奨学金問題などスキャンダルが取り沙汰されていた副首相の就任予定者が辞退を表明しました。3日辞退を表明したのは、次期政権で社会副首相への就任が予定されていたキム・インチョル氏です。キム氏をめぐっては立場を利用して妻と息子娘に奨学金を受けさせていたという疑惑などが取り沙汰されていました。事態の理由についてキム氏は、いかなる釈明もしないと具体的な言及は避けたものの、すべて私の不覚、過ちと述べています。次期政権の閣僚就任予定者が事態を表明するのは初めてです。ユン・ソクヨル次期大統領は権力の不正や腐敗の根絶を訴えてきただけに、10日の就任を前に水を差された形です。